はい、おはようございます。おはようございます。ゆっこです。はなみです。稲森です。完璧です。まずラウンドの前に、はい、ちょっとワンポイント、はい、ワンポイント稲森プロに、まあ、皆さんがしていたいと思う、そう曲がらないコツというか、まあ、ドライバーね、はい、もらえたらいいなと思って今練習場にいます。はい、なのでちょっと、ね、あの朝の練習に使えそうなちょっとワンポイントレッスンがあれば、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。で、見て僕はそれをちょっとアドバイスしますか。はい、お願いします。わかりました。こんな感じでドライバーです。はい、じゃあ朝一って大体ね、大体早打て私どっちも出るんですよ。そうなのか。はい、どっちかって言ったら右の方ですか。なんかプッシュスラーみたいなのがいいです。ああ、はい、浮いてるんですかね。うん、まあ、ちょっと一回打ってもらって、大体プッシュスラーっぽいのが4多いです。ほら、これこういうの多いですね。打つときに、うん、今パッて思ったのが、打つときにこうなってるんですよ。腰が前の方に出ちゃってるから、はい、これをこうもっとこう下からこう変えれるような、難しい、あの、まあ、構えがちょっとこう棒立ちじゃないけど、なんかちょっと浅いんですかね。もうちょっと腰落としてもいいですよ。腰落としてちょっとこう見下ろせるような感じに構えてもらえたら、ボールを見下ろせるようなイメージで、だから T が高ければ高いほど、はい、こうなるんで、なるほど、もしそれを解消するんだったら T を刺す長さをちょっと低めにしてあげる、はい、そしたら自然とこう低くこう打てるようになるんで、ちょっと T を、まあ、ちょっと練習場の T だからちょっと高めになっちゃうんですけど、まあ、イメージ練習としてはちょっと腰が最初こうなんかちょっとこうなんか棒立ちっぽいかなって感じで、じゃあもうちょっとこう深く、ちょっと深く、腰をちょっと後ろの方に、お尻をちょっと出すような、おーおーおー、ちょっともう一回やってください。なるほど、なるほどね。もっともっとこれ、まあそのぐらいですか、最低でもそのぐらい、はい、なるほど。あ、そうですね。そしたら多分これが残りやすくなるんで、やっぱスライスもプッシュアウトになるときはこうなっちゃってる、どうしても、はい、この腰がグッて上に上がっちゃうから、それをなるべくこう下でグッ、下の方に地面にこう押せるようなイメージでいければいいかなと思います。イメージ、まずじゃあちょっとアドレスをね、少しいつもより気持ちちょっとお尻を深めに、いつもはこのくらいだから、そうそう、それだとちょっとやっぱ煽り打ちしそうだなっていうのがいつ前に分かってきちゃうんですよ。なるほど。それだったら、あ、それぐらいはちょっと、まあ一発目だからね。まあ、でも確かに捕まりました、はい、あとはタイミング、意外とこう捕まえようっていう意識はしなくても、そんなしなくていいです。普通通りに打ってもらえたら、うん、そうですね。出たまままっすぐでこうグーっていってるから、うん、いいかなと思います。すごい、アドレスをちょっとかがめ、少しだけかがめただけでなんか捕まりやすくなりました。だから右に行きがちになってるときは、はい、やっぱちょっとこうあまりこうなんかどっしり感はない状態で構えてるんじゃないかなと思います。そうですね、やっぱちょっと不安定な状態ですから、だからどうにでも打つんですよ。捕まえようとすると逆にこうこうなんか体が突っ込んで、はいはい、なんかチョロみたいな感じになったりとか、当てに行こうとしたら高い球でバーって右に行ったりとかするから、さっき言ったようにあの、まあ、これはちょっと練習ティーだから高いですけど、ちょっと低めにして、うん、こうちょっと構える前にこう構えてこうちょっとグッと押してもらえるだけで、それでも全然いい。グッとで、グッとちょっとこれで打ってみます。はい、グッとで打ってみます。はい、はい、ありがとうございます。すごい、これは発見、うん、そうね、立ってんのかもね、こうね、ね、だんだん多分ドシッとできたんだろうね、うん、踏ん張れてないんだろうね、うん、踏ん張りたいです、はい、踊ります。頑張ってください。ありがとうございます。はい、ワンポイント。じゃあ、ほのちゃん。ほのちゃん、悩みとかあるんですか？
え、今はあんまりないけど。ないけど曲がりますね。めっちゃ今の良かったです。テイクバックから入りのところをちょっと見てましたけど、今のポジションはすごく良かったっていう感じですかね、うん、アドバイスしづらいな。しづらかった。逆にしてなんか悪くなると申し訳ないですね。なるほど、まあ、まあ、言うことなしみたいな。ここの手の位置だけ、入り方だけ気をつければいいかなって言います。まあ、今のは全然 OK だから、多分こう悪くなるとこう、この上げて位置からこうなるんじゃないかな。手の力でこうなるとダメだから、なるべく自分の方に引きつけてこうっていう。今もそれが全然できてるから、うん、全然手が結構こうなんですよ、私、うん、だからちょっとやっぱこう手で打ちたくなるような、うん、なんかなると思うから、はい、調子こうなんて言ったら悪くなってくると、はい、考え出すと手首でこう操作しようとするから、はい、どちらかというと上げたこの手の位置をこうじゃなくて、むしろこういう感じで持つ、もう自分のグリップエンドがこうあって、ここでもう位置が上に上がってしまったら、うん、こうにでも入るし、うん、ここからあ捕まえたくないからって自分でこうどっちもなりやすいから、これで、うん、ただインサイドからこうずっと引き付けたら、自分を中心にこうヘッドがこう、うんうんうん、円をかけるように動けるから、はい、まあ球筋がこう固定されるっていうか、ま、はい、っすぐっていうのはちょっとなかなか難しいけど、こう基本なんかこう例えばドロー引いたらドローで固定できるとかっていうので、うん、ドライバー完璧っす、うん、いうことだし。でもすごいね、こう癖まで見抜いてしまう、一瞬で怖い。あ、スイングが悪くなった時のこう、あ、今の感じめっちゃいいですよ。かわいい、めっちゃまっすぐだし、うん、うん、これ、OK ですか？ OK ですか？ OK、OK、全然 OK。あれを固定、あの球筋を自分の中の持ち球にすれば、例えば左ドッグレッグだったらあの球筋で攻めれますもんね。はい、確かに。だからドローって固めてた方がいい。もう片方で。フェードも打とう、ドローも打とうなんてしたら、自分がどっちの球筋で行きたいのかが分かんなくなるから、ドローで固めてた方が、例えば右ドッグレッグでも、で右ドッグレッグだったら、まあ、右に流れちゃうと、多分球は弱いし飛ばないから、多分意外と飛ばなくて次のセカンドショットつまずいちゃったりするから、うんうんうん、逆にもう右ドッグレッグだったらもう真ん中狙ってそこから捕まえていってもいいぐらい、そしたら絶対に安全じゃないですか、うんうん、左は何もないからっていう考え方ですね。なるほど、ラフ行っても OK みたいな感じ、うん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 、どうですかほのちゃん。なるほどです。完璧、うん、よいしょ。全然曲がってない。あれは曲がるうちに入らないで、周りのプロがよく言います。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあプロに打ってもらえますか。はい。練習って何分ぐらいやるんですか。だいたいツアー中だったら30分ぐらいで、残りの30分をパターンに、だいたい1時間前ぐらいから普段はやりますね。今日はちょっとそんな時間がないんです、すいません。あ、大丈夫です。もう何もない時は練習もしないで行っちゃったりしますね。あ、そうなんですね。から今の素振りだけで。へー。でもラウンドしながら体濃くしていく。そういうこともあるんですね。なんか一応寝坊した場合の対処法みたいな感じ。それは何度ですか。
これ58っすね。これは何番ですか？これは7番ですね。7番はいい。ドライバーが一番得意なクラブになるんですか？そうでもない。まあ、まあ、ドライバーも好きな方なんで、うんうん、やっぱ得意か不得意、まあ得意な方ですかね。うんうんうん、困った時はティーショット困った時はドライバー握るようにはしてますね。そっちの方がなんか安定しそうな気がして。あの灰やばいかな。あんな感じでクラブ入る、ね、それ何番ですか？5番やんです。5番やん。綺麗すぎる。じゅんちゃん、そろそろオープニング撮らないの？36分だった。あ、36分だったの？うん、46分じゃなかったっけ？うん、もう36分。あ、そうなんですね。ちょっとオープニング撮ろう。あ、じゃあもうドライバー自走発って、ドライバー打ってもらって、うーん、すごい、緊張する、いただきます、いただきます。ちょっとなんかハードル高いっす、スタートも。ドローです。僕も最初はやっぱ右に逃げがちなんで、あ、そうなんですね。ちょっと練習場の時点でちょっと捕まえとかないと、これでイコールぐらいなんですよ。Thank you.
ね、知っちゃったね。林なんか音が違う、ね、行きましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。